それでは、井戸の「井」に行きますね。まず、そっての位置ですね。伏せての1.5倍ぐらい。そしたら、この線のちょっと上からですが、2番目の線を過ぎるあたりまでまっすぐに近い感じ。そこから開きますね。そしたら、右側の最後の線は、左の線よりも上から、まっすぐまっすぐ、下も左の線よりも長くして抜いていきますね。